はい、皆さんこんにちは。今日はお母さんと一緒の風のお話についてですね。作詞作曲は坂田治お兄さんとなっていますね。この歌、翔子お姉さんと雄三お兄さんがとても爽やかに歌ってくれましたね。最近で言うとそよ風スニーカーなんかもとても爽やかだったんですが、この歌もかなり爽やかなイメージがありますよね。皆さんはどのように感じましたか？はい、今日はお母さんと一緒の風のお話についてでした。次の動画を楽しみにしていてくださいね。